こんにちは。今回はおやつを作っていきたいと思います。今回のおやつはですね、はい、あのミスドとかに言ったらハニーチュロみたいなやつ。チュロキーって何チュロキー。あれ、あのなんか変なうんこみたいな根っこみたいなチョロギやつですけど、漬物やろ。なんかチョロギチョロギですね、あれはチョロギじゃなくて、はい、チュロス、チュロスハニーチュロを作っていきたいと思います。はい、はい、というわけでカンニングします。はいはい、じゃあまずは下準備から。薄力粉はふるっておきます。はいはい、ふるんだね。そしてその後鍋を使うみたいですね。でも多分そのままふるって入れていいと思います。お鍋に A を入れ、牛乳が 140cc、 あ、粉を後でお願いします。あ、先に、はい、牛乳。今回これグラニュー糖って書いてあるんですけど、今回は上白糖を使います。はい、上白糖は、小さじが2ですね。小さじが2、塩少々。はい、牛乳が140ですね。塩少々ですね。まあこの辺で少々ですね。はい、お砂糖が小さじ1ですね。はい、上白糖を小さじ4に入れます。この辺でなんかそういう生地の甘さとかが来るんでしょうけど、後でどうせ甘さを足すので。はい、はい、あと無塩バター。無塩バターですね。バターできれば無塩って書いてあります。今日 10g、はい、10g、はい、これです。その鍋に入れた分をバターが軽く沸騰するまで中火にかけます。はい、大体の大体で1000でジャスト。はい、12です。はい入れます。お願いします。これちょっと溶けとうね。あ、やっぱさすがに出しとったけんすかね、ずっとさあこのバターが軽く、まあ、溶けるでしょうから、はい、溶け始めましたね。で軽く沸騰するまで中火で温めていきます。はい、はい、でそころにふるっておいた薄力粉を一気に入れ、粉っぽさがなくなり一塊になるまでゴムベラで手早く混ぜるってことなんで、まあ、これが溶けたら薄力粉をふるって入れましょう。なるほど。と溶き卵を、それちょっと準備しようかな。なんか溶き卵を2分の1個分 26g、 さっき卵を測ったら 70g あったんで、卵を 26g 測ります。はい、あ、沸騰してきた。あ、沸騰してきました。はい、これに粉、小麦粉を、はい、ふるって入れます。はい、じゃあ入れます。よいしょ。はい、一気に、あー飛び出た火を止めてても書いてあったような気がする。火を止める火を止めます。はい、止めます。はい、混ぜます。はい、一気に入れて粉っぽさがなくなって一塊になったら、なるまで混ぜてください。はい、手早く混ぜるって書いてある。粉っぽいですね、だいぶ手早く早くしたいけど、むずいこれで粉を潰していくスタイルでボウルに移して溶き卵を少しずつ加えてゴムベラでよく混ぜるって書いてあるんで、多分これ卵入れるにはちょっと多分トロってなると思うから、ダマあっても多分その時に崩れるじゃないですかねちょっと開けますね。そうなの、わかんないですけど、粉っぽさがなくなって一塊になったけど、粉の塊はあるけどね。まあ粉っぽさはない、うん、粉っぽさはないけど、粉の塊はあるよはい、じゃあこっちにボール準備したので、ボールに、はい、お願いしていいですか。はい、じゃあ移します。はい、ドン。そしてこの溶き卵、さっき 26g に測った溶き卵ですね、はい、ちょっとずつ加えながらこれを混ぜていく。はい、お、これは混ざらないという。混ざりますこれは混ざってんのかなまあまあ疲れてくるね。これ変わりましょうか。結構力を入れてるんですね。はい、なんか卵のあれ作ってるみたいですね。卵サラダ。あ混ざってるんですかね。混ざってるな。混ざってます。あ、確かにちょっと混ざってってる、はい、すごっ。入れる、はい、残り全部入れる。はい、お願いします。はい、これで 26g 入りました卵。よいしょ。
な、どう混ぜるのかとかよくわかんないですけどね。でもあの塊はなくなってきましたね。あ、本当や。おー、すげえ。よいしょよいしょよいしょ。お、すげえ。すっげえ、一気に生地になった。急になりましたね。はい、じゃあこれでそのチュロスの生地は完成でございます。おー、はい、これをまずは絞り袋に入れますね。で、本当はなんか口金、星型の口金がなんかいるらしいんですけど、うんうん、そんなおしゃれなもの釣り岡ハウスにはございません。やっぱさ、はい、マヨネーズだって。マヨネーズ一回全部出しますか。確かにあの口金がない場合ってさっき調べて、うん、ありました、マヨネーズの容器を使いました。で、なんか星型とかなんかそういう形にするのはなんか爆発を防ぐためって書いてあったんで。じゃあこれ丸になったらやばいんじゃん。いい感じで、なんかないですかね。さっきなんかちょっと見つけたやつがあったんですけど、クッキーの型抜きなんですね。ワンチャンこっからギュッてやって、この星の形でギュッて出ないかなっていう。出るのかな、わかんないです。これ蓋になってないかな。あー、どうなんですかね。そこだけ切り取ればね、いけるのか。いけそうじゃない。いけるのか。ちょっと失礼しますね。はい、ほら、あ、これいけるぞ。いけました。ほら、やった、取れた。型ありました。はい、これでいきます。これ洗おう。はい、そういえば俺手はこれただの火傷です。ただの不注意による火傷でございます。いつしたのかはちょっとご想像にお任せします。これで、これの太さぐらいのところを切って切れば多分。そうよね。はい、多分これでスポッてはまれば OK ですね。むずいよ。お、喧嘩の中指。いけました。これよくね。はい、いけたっぽいですね。ちょっともうちょっと切れね。さっきちょろっと切れば、はい、で、そこにこの生地を、はい、打ち込みまして。結構ねとってしてるんですね。うん、本当だね。あ、いけるいける。いきますか。お、来てますね。お、一生懸命。で、この大体一歩はいけますか。はい、出してもらっていいですか、じゃあって。あ、ここに。はい、なるほど。あの、ミスド風にするんで、ドーナツぐらいの、はい、こんぐらいのなんか涙型、こんぐらいのこういうみたいなのを作りたいんで、一旦長いのをピュッて出してもらって。あ、な、あれ、あ。よし、頑張れよ、このまま頑張れよ。あ、いける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 。あ、袋がなんか怖い、これ。あーやー、あー、横から、あー。爆発。いや、袋が耐えきれず。よいしょ。無念でしたね。無念やったね、これ。これちょっと無念やった。やっぱり口金が一番いいんでしょうね。でもでも、あの、はい、いけそうな感じはなんかありますね。あるので、はい、こういうのを作るときはちゃんと口金を用意しましょう。はい。これはちょっともう短かったんでですね、ちょっとこれはこれでこうやって作りましょうかね、はい、こうしてこういうドーナツ型にこうですね。かわいいやつ、これ。いきますよ、はい、あ、怪しい。これ怪しい。むずい。いや、いけてます。でもナイスです。確かにマヨネーズの形だ。ありがとうございます。すごい。専用の口型が多分いいと思います。これをこうよね。なるほど。いや、あのミスドのあの形は本当難しいですね。しっかり専用のあれで作ってるよね。くさくさくさ。これ丸だとちょっとあの爆発するかもって書いてあったんですけど、うん、爆発させてみますか。そうね。ちょっとこれをギザギザ切ってみましょうよ。鈴木
からいきます。丸ですねはい、多分これ爆発しますね、じゃあこれはこれでいいか、うん、まっすぐなやつでもいいじゃん。まっすぐなやつ、はい、まっすぐなやつでもいいじゃない立派ご立派立派です。そしたら、こうやって絞ったらですね、この紙ごとそのまま入れます。どうせひっつくんで、これあ、落ちた、あっちうわ、くそこんなことしてるから、俺どんどんあの傷が増えていくんでしょうね。あ、そういうことか。この星型になってるやつは上に浮いてくる。あ、浮いてき、うん、早く浮いてきますね。ははなるほど、よう考えたね、作った人ですね。本当はなんかもうこのままこのクッキング、あクッキングシートごとこうやってなんか入れて、その浮いてきた、浮いてきたらこのクッキングシートを外すみたいな。シャット、あのかき揚げと一緒ですね。かき揚げの要領と一緒ですね。で、これを5分ぐらい揚げると完成らしいです。お、浮いてこい、頑張れまだ柔らかいですね。頑張れ炭治郎、負けるな、力の限り生きてゆけ。よいしょ、あ、5分はたてみえ感覚で5分いくとこでしたねまあまあ、あとは5分ちょっと上げていきましょうかね。はいはい、そしてその横で、はい、もうこれちょっとあの本当はシナモンシュガーとかかけるみたいなんですけど、はい、僕たちはシナモンが苦手でございます。はい、僕も苦手ですというわけで砂糖を溶かして、はい、周りにコーティングします。はい、はい、それが美味しいと思います。まあでも形にはなってそうなですね。あ、本当や、あ、美味しそう、はい、この辺は多分ただもちもちしたドーナツみたいな、ただのドーナツっすねこれはじゃああげようかな。はい、こっちの本物のチュロスっぽいやつをあげていきます。星型のやつですね、しっかりでちょっと油を落としてからそっちの砂糖に入れましょうかね。はい、これまであげようかな。よし、あ、いやでもこれ美味しそう、めっちゃあれですね、うん、ミスドのチュロスですハニーチュロです。もうこれ良さそうですね、ですね、はい、じゃこれひっつけましょうかね。はい、あ、まとわせすぎですかこれ。いや全然、もういっぱい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 、全然僕は構いません。よいしょ、よいしょ、うわー、はい、よいしょ、よし、いいですね。かけますか。よし。なんかかりんとうみたいですね。うん。芋けん。小玉さんよりかりんとう上手にできんじゃねえ。はーい。というわけでこれがチュロスでございます。はい。はい。でもしっかりカリカリにはなってますね。おお。というわけで完成でございます。こちらがハニーチュロとなっております。なんかカーバータって言いそうやね今にもちょっと喋りそうな、ね、多分分かる人は分かると思いますテント丸ですというわけで食べていきたいと思います。はい、いただきま す。ちょっと丸いってみるかな。うん、パーフェクト。星型がマジでうまいっすよ、うん、あのね、丸型ね、もうちょっとっていうなら多分星型ももうちょっとです、うん、本当は丸は熱伝導がちょっと遅いのかもね、うん、星型になるとなんかそういう切り込みが入って中まで入りやすいのかもしれないですね。ね、うん、お、すげえ、すげえ、これすげえ、カッチカチ、カッチカチ、すごいすごいすごっ、うん、あ、うん、冷えたらもうあの
ドーナツ、ミスタードーナツに売ってあるやつですよ、うん、というわけで編集の合間にちょこっとおやつを作ってみました、はい、あとはみんなに配って食べたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、はい。